でイラストを描いてみたんです。周辺形ツールを使って服の立体に沿った形に変形していきます。このように茂みブラシと木漏れ日ブラシを使ってこのように木陰にいるようなイラストにすることもできます。こんにちは、イラストレーターのののまるです。今回はスマホでお絵描きするコツと題して実際にスマホでお絵描きをしていきたいと思います。皆さん、スマートフォンで指でお絵描きしたことってありますでしょうか？難しいと思っている方すごく多いかと思います。今回自分が実際にスマートフォン版クリップスタジオペイントを使い、なんと指でイラスト制作に挑戦いたしました。指で描くの難しそうだなとか、スマホで描けたらもっとお絵描きの時間が確保できるのになと思っていらっしゃった方々にも実践できるようスマホ&指でお絵描きをするコツを解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。実際に今回こんなイラストを描いてみました。いかがでしょうか？今回実は初めて指でイラストを描いてみたんです。自分なりにいろいろ研究してみて、これなら普段通りに近い描き心地でお絵描きができるなぁと感じるコツを見つけることで、このようなイラストを完成させることができました。指やスマホならではのコツがありますので、今回紹介していきたいと思います。早速解説を交えながらメイキングをお見せしていきたいと思います。使うソフトは私がメインでいつも使っているクリップスタジオペイントの iPhone 版です。スマホは自分が普段使いしている iPhone13 を使います。アプリを起動してカンバスサイズを決めるとキャンバスを新規作成できます。漫画の小回りテンプレートも豊富にありますね。今回はこちらのサイズで制作しようと思います。カンバスサイズが大きく異なると、メイキング中で紹介するペンの太さとか同じようにしても同じように描けないので、そこは注意してください。ここでまず早速一つ目のポイントです。ツールはパソコン版 iPad 版と同じでとても豊富にあるんですけれども、スマホ版はキャンバスを広く撮るために配置が配慮されております。で、ここのツールの変更にちょっと手間取ってしまうんですね。なのでこの下のコマンドバー、ここによく使うツールを入れて皆様の使いやすいようにカスタムすると時短ができてとてもいいと思います。設定の仕方はすごく簡単です。ここのメニューをタップしてアプリ設定コマンドバーを選択して、コマンドバー設定ダイアログを表示します。で、ここに好きなコマンドを選んでプラスを押すと追加することができます。自分は最終的にこのようなコマンドバーにしました。特にこの左右反転ボタン入れると随時バランスを見ながら書くことができるのでおすすめです。取り消しややり直しとかはタップすることで簡単にすることができるので入れなくて大丈夫です。アンドゥ取り消しは2本指タップ、リドゥやり直しは3本指タップです。ラフと塗りなど工程ごとにここ入れ替えるのも良い使い方じゃないかなと思います。ここは1個のツールと消しゴムとを入れ替えることができるので、今回のラフでは丸ペンと消しゴムを登録して書いています。手ブレ補正を強めに設定するのがおすすめです。別のペンの方が書きやすい場合はこちらのサブツールの選択ところから選択してください。レイヤーはここのタブです。それぞれのパーツの調整がしやすいように、顔の輪郭、髪、顔のパーツなどはレイヤー分けをして書いていきます。ここで2つ目のポイントです。ラフを描く際、引きで見ながらザクザク描いていくのが本来はいいんですけれども、スマホで描く場合は拡大しながら描くのがいいです。引きで見ながら描くと指で描画している部分が見えませんので、思う通りの線を引くことができません。拡大して一回線を描いて、描いてから引いてみたり、左右反転をこまめにしながら全体のバランスを整えましょう。
とは言いましても全体のバランスが取りづらいとは思うので、まずはちょっと引き目で見ながら太い線で当たりを描き、その当たりのレイヤーをこのレイヤーカラー機能を使って薄い色にして、上から先ほどより少し細めのペンで細かいところを詰めていくとバランスが取りやすくなります。普段私はラフではたくさん線を引いてよりいい形にどんどん調整していくんですけれども、指で描くときは同じ場所に線を引くのが難しいです。なので少ない線で描くことを意識すると形が崩れずにラフを描くことができます。もしシャーペンなどで紙に書いてスマホで写真を撮る方法ができる方は、そっちの方も手軽で良いのではないかと思います。今回はラフから全部指で描きたいと思います。次は線画です。私はこちらの寝そべり鉛筆というペンを使って線画をしました。これはパソコン版でも使えるクリップスタジオアセットというサービスからダウンロードしました。クリップスタジオで使用できるトーンやブラシなど商用利用もできる素材がすごく豊富にあって、クリップスタジオのアカウント登録をしている方ならばどなたでも自由に使うことができます。ここからダウンロードしたネソベル鉛筆を使用します。ペンの設定はこのようにしています。こちらの手ブレ補正を大きめに入れることと、E 抜きにチェック入れることがポイントです。指で書く場合、筆圧検知機能がありませんので、入りや抜きの補正によって入る払いみたいなところを利用して毛先などの部分に強弱をつけていきます。先ほどと同じようにレイヤーカラー機能を使って線画を引いていきます。ペンの太さは物の外側とか手前にある左腕など目立たせたい部分を5から7ピクセルくらいにして、それ以外のシワなどのあんまり目立たせたくない部分は 3.5 から4ピクセルで描いています。こちらの寝そべり鉛筆もいろいろなブラシ素材を試してみて、一番指で描いても自然な線画が引けるなぁと感じたので今回使用させていただいております。一旦線画を切って続きの線画を描くときに指では同じ場所からスタートするのが難しいです。なので少し離して次の線が引いてから拡大して線同士をつなぐと綺麗に描けます。線画では物の厚みや回り込みを意識しながら形を整えることが大事です。瞳は線画を描かずに塗りつぶしてしまいます。次にレイヤー分けです。この塗りつぶし機能を使ってパーツごとにレイヤーを分けていきます。この段階で模様も追加します。フリー素材のエンブレムを貼り付けてワッペンペタペタのデザインのパーカーにしました。メッシュ変形ツールを使って服の立体に沿った形に変形していきます。このチャックの部分はクリップスタジオペイントにデフォルトで備わっているジッパーブラシを使っています。いよいよ塗りです。塗りは主にクリップスタジオアセットからダウンロードした柔肌ブラシと怠け者ブラシ、そしてデフォルトで備わっているエアブラシを使って塗っていきます。柔肌ブラシはもともと筆圧で太さが変化しないブラシなので指でも使いやすいです。広い面積をこのブラシで塗っていって消しゴムを使ったり、エアブラシでここの部分を押して描画色を透明にすることで消して形を整えていきます。このようなまぶたなどの細かいところは拡大して塗るのがコツです。
光源を意識しながら影を変えていきます。背景です。クリップスタジオアセットにある素材を使うことで背景もすぐ簡単に描くことができます。このように茂みブラシと木漏れ日ブラシを使ってこのように木陰にいるようなイラストにすることもできます。また自分が撮ってきた写真をイラスト風に加工してくれるフィルターもあります。この自分が撮ってきた夜景の写真、これをファイルメニュー読み込み画像を選択して取り込みます。取り込み後の画像素材レイヤーはその状態のまんまだと直接加工することができません。なのでレイヤーメニューのラスタライズを選択して加工できる状態にします。フィルターメニュー効果イラスト調、こちらのフィルターを選択します。で、出てきたパラメーターの数値は写真によっても調整する必要があるんですけれども、今回はこのような数値にしたのでぜひ参考にしてみてください。キャラクターにも上から効果レイヤーをかけてこのように夜景を背景にしたイラストにすることも簡単にできます。仕上げです。ちょっとキャラの目のサイズ気になるなと感じましたので、こちらの歪みツールを使って調整します。全部のレイヤー統合してこちらの歪みツールで目の形を調整しました。そしてぼかしツールを使ってピントを外す部分を作ったりします。ぼかしツールの設定をこのようにするとピンボケのようなぼかしができます。完成です。このようにペンの種類や設定を工夫したり、アップで見ながら描くことを意識すると指でもうまくイラストを描くことができます。これはおまけです。 AI が自動で塗ってくれる自動彩色機能もあります。これは線画レイヤーを全自動で彩色してくれる機能です。やり方はもう超簡単です。線画のレイヤーを選択し、編集メニュー自動彩色、全自動彩色を実行します。すると塗りレイヤーが線画と別のレイヤーで作成されます。色を指定して塗ることもできます。線画のレイヤーを参照レイヤーに設定し、色を指定したレイヤーを選択した状態で編集メニュー自動彩色ヒント画像を使って彩色を実行します。色の境目が水彩のにじみのような爽やかな塗りしてくれますね。楽しい。最後にスマートフォン版クリップスタジオペイントの価格とプランについてご紹介したいと思います。価格はこのようになっております。
グレートやデバイス、また月額か年額かによっても細かい価格プランがあります。ご自身の使用頻度や環境に合わせて選んでください。そして iPhone 版は毎日1時間無料体験ができます。保存などの機能の制限はありませんので、フルにソフトを楽しむことができます。まだどのぐらいお絵描きに使うか分かんないなとか、気になってるけどいきなり買うのはちょっとなって思っておられる方は、ぜひこちらの体験版試してみてください。ちなみに Galaxy 版は6ヶ月無料、 PC 版、iPad 版、Android 版は3ヶ月無料で使用ができます。ぜひ気軽に試してみてください。以上、指でイラストを描くコツと iPhone 版クリップスタジオペイントの紹介でした。それではののまろでした。